はい。先日ですね、岸田首相にですね、爆発物を投げつけた、20代の若者ですよ、容疑者。犯人、木村隆二なんですけれども、これね、本当にこういうことをダメだよね。まあ、日本の平和ボケ安全神話ってのもあるけれども、なんで、 こういうことが起こっちゃうのかなーっていうね。まあ諸外国じゃ当たり前なのかもしれないですけどね。まあ日本も諸外国並みにね、こういう面もなってきたのかなと思います。で、今日ね、ご紹介したいなと思うのは、現代ビジネスから彼の生い立ちについて書かれた文章が出ました。で、これね、 まあ、野印根性でね、ちょっと見てみてもいいかなと思います。まあ、だけど、はっきり言って、まあ、こういう文章を出してしまうと、前回のね、あの、山上、安倍首相をね、あの、銃殺してしまった山上と同じようにね、その容疑者を支援する人とか出てきて、まあ、全くね、お角違い。うん。それは、まあ、完全にお角違いなんですが、まあ、犯罪者っていうのが、こういう出事だったよっていうのはね、まあ、一つの情報として、 まあ、まあ、好奇心をくすぐるというかね。うん。っていうのもありますので。まあ、全部全く正当化されるものではありませんけどね。はい。ちょっとそれを読んでみたいなと思います。読み上げます。父親は株にはまっていた。庭は雑草で荒れ果てていた。岸田首相襲撃犯、木村隆二容疑者の家族の内情。庭は荒れ放題。 木村さんのところは15年くらい前にこの辺りに越してきたんですよ。まあ、なんというか変わった家族でしたね。この辺りは割と近所付き合いがあるんですが、あの人たちは引っ越しの挨拶にさえ来なかった。家の雰囲気もちょっと異質で、庭は朽ちた柵がずっと立っているような状態。不要品とかゴミとかが放置されていて荒れ放題でした。 最近は少し綺麗になっていましたけどね。4月15日午前11時、和歌山県で選挙の応援演説を行っていた岸田文雄首相にパイプ爆弾が投げ込まれた事件。逮捕されたのは兵庫県川西市在住24歳の木村隆二容疑者だ。なぜ24歳の若者がテロ事件を起こしたのか 16日、木村容疑者は動機について明かしているが、彼を知る人々の証言からその人物像が見えてきた。父親の姿が見えなくなった。木村容疑者の自宅近くに住む近隣住民の一人は、冒頭のように彼の住んでいた家は庭が荒れ放題だったと証言するが、別の住民は 家庭内の環境についても少しすさんでいたところがあったとしてこう明かす。あの家は隆二くんのお父さんとお母さん、一つ上のお兄さんと妹の5人で暮らしてたんやけど、家族仲が良くなかった。よくお父さんの怒鳴る声が聞こえてきてね、それで5年くらい前かな、お父さんの姿が突然見えなくなった。 車が2台あったんやけど、そのうち1台がなくなってから多分家を出て行ったんやと思う。この住民は小さい頃の木村容疑者の様子もよく知っていた。容疑者自身はおとなしい子だったが、よく父親に怒られる姿を見かけたという。お父さんがよく母親や子供たちを怒鳴りつけててね、夜中でも怒鳴り声が聞こえることがあって、外にまで聞こえるぐらい大きな声やったもんやから、 近所でも話題になってましたね。ドンという何かが落ちるものとか壊れる音を聞いたこともあった。家族は家の中では萎縮していたんと違うかな。お母さんはスラッとした綺麗な人。り二うくんはお母さんにやしな。確か百貨店の化粧品売り場で働いていたはずで、外に出るときは化粧もしっかりしてたしね。でも、 どこか怖ばった感じというか、お父さんに怯えてる感じがあったよね。卒業式に普通の服で、常に怖ばった感じが漂っていたため、家族に話しかける人もほとんどいなかったというが、別の住民もこの事件について、ちょっと変わったところがあったと証言する。リュウジくんのお父さんの卒業式のことなんやけど、普通は礼装というか、スーツとかで出席するでしょ でも、あそこの一家はみんな普段着で参加してたんです。もちろん、服装は個々の自由なんやけど、でも、ほんまの普段着やったから、周りか、周りの人らもびっくりしてた。しばらく、不思議な家族やなぁ、と話題になってましたよ。小学生の頃は明るく活発だったという木村容疑者。同級生によると、中学に上がって少し経ったぐらいから暗くなっていった、とのことだ。 複雑な家庭環境が木村容疑者の性格や考え方に影響を与えたのだろうか。この同級生は卒業式といえば、とこんな話を明かし始めた。この地域は割と結びつきが強くて、中学を卒業した後も仲間内で集まったり、同じクラスやったあいつは何してるんといった話でもよく盛り上がるものですが、 誰もあいつ、かっこ木村容疑者がどこの高校に行ったのか知らなかったんです。高校を卒業してからあいつと一緒の高校に行ってたという同級生と話をしたら、そういえば高校の卒アルに木村の写真なかったわ。あいつ知らんうちに退学したんやろかと言ってましたね。いつの間にか忘れられた青年となっていた木村容疑者。 中学までは町のスポーツクラブにも参加するなど活発な一面を持っていた容疑者に影が差したのはやはり家庭の影響が大きいのだろうか。本師は木村容疑者をよく怒鳴っていたという父親の友人に話を聞くことができた。リュウジ君のお父さんは株にハマってて株がうまくいかない払いせに家族にぶつけていたんやないか。 この友人の証言から木村家の内情が浮かび上がってきた後編、えー、株にハマっていた父はしばしば家族を怒鳴りつけ岸田首相を幼なった木村隆二容疑者の家族といびつな距離感ではその証言を紹介するということでですねちょっとね前編だけしかねヤフーニュースに出てなかったんで前編だけ読みましたけれどもまあ私もねこのチャンネル株倉のチャンネルなんですがまあ株でうまくいかなかったら まず、基本的なことなんだけど、ポジションを下げる。うん。私もね、まあ、信用全力2階建てがモットーなんですけど、なんでそんなことできるのかって言ったら、緻密な分析と、もう一つはポジションを下げる。うん。まあ、ここにつきますよね。うん。極めて小さいポジションで行く。うん。それがいいんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう基本的なことだから、はっきり言ってそれを、同情の余地ないよ。うん。 確かに木村隆二ね、取り押さえられたとき、なんかいかつい漁師の方にね、取り押さえられたけど、あのー、全く抵抗する様子もなくね。で、岸田首相のせいにするって、丘の違いも甚だしいし、じゃあ通り魔に殺されていいんですかって話になっちゃいますからね。うん。ちょっとこういうのを、あの、同情の余地は全くないんだけれども、まあ、こういうやつだったよねっていう、まあ一つの情報としてね。 え、ちょっと、知識になりました。まあ、おそらく後日ね、これ、後、後編が出るんでしょうね。うん。それで、あのー、どんな親父だったのか。まあ、この親父、うん、この親父は本当にダメな親父だと思いますよ。うん。それで家族置いて逃げちゃったんでしょうん。だけど、木村は、別に、キッシーに、あの、当て付ける必要は全くないし、もっと言うと、安倍首相に当て付けてぶっかました、あの、山上。うん。 これも論外だよ、本当に。マジで。うん、こういうのがあってはいけないですよね。まあ日本はね、ちょっと平和ボケすぎるところもあるんでね。まあ警備体制、こういうのもね、どん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 、こういう事件、こういうね、輩が出てきてね、もう、もうちょっとね、厳しい警備体制、敷かれていくんじゃないかなと思います。本当痛ましい事件ですよ、本当に。もうあってはならない事件だと思います。